ビハイヤナオセです、今回ですね、楽直でどういった人材が採用できたのかという具体的な事例についてお伝えできればと思います。で今回お伝えするのはゲームのプランナーですね。で確かですね、川崎の会社さんの方からちょっとご相談いただきまして、経験者の人が必要と、 できれば 2,3 本やってるような人がいいなという話だったんですけれども、やっぱり今ですね、ご時世で、ネイティブアプリの話が多いんですけれども、実際の募集の方をやらせていただきまして、コンシューマーと、今のスマホソーシャルっていったところ、ネイティブアプリの開発っていったところのプランナーという募集をさせていただいたんですけれども、結構経験はなるべく上の方って話はあったんで、ちょっとうちの方も苦戦するかなと思ったんですけども、やっぱりちょっと時間かかっちゃいまして、半年後ですね、ちょっと珍しいくらい遅かったんですけども、一人採用できましたよと。でもう一人未経験の方はそれまでポツポツできてたんですけども、経験者の方がやっぱりどうしても欲しかったっていうところで、最終的に決まりましたと。それも保証プランですね、応募保証のプラン使われてたんで、別に期間としては通常の掲載期間伸びてるんですけども、それでも取れたんでよかったなと。でうちの方もですね、そういったクリエイター募集に関しては本当にいろんな形でお手伝いしたいと思ってますので、今採用考えているなど会社さんございましたら、気軽にこちらの方までお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。